ラクレットラクレットは、バレーシュを中心とするスイス及びフランスサボア地方の、チーズ断面を熱で溶かしてそぐ料理、あるいはこの料理に用いるチーズを刺す。呼び名はフランス語の理言で、削るを意味する、ラッケラーから。バレーシュ以外ではスライスした、長方形のチーズを溶かすことが多い。チーズの断面を、直火で熱して溶けた部分をそぎ、皮付きのジャガイモなどに絡めて食べる。 ピクルスを付け合わせとする。バレー州を中心としたスイス全土、スイス国境に近いフランスのサボア地方などの伝統料理の一つである。チーズを火で溶かす古い記録として16世紀のものが残っている。現代では火ではなく電気ヒーターによりチーズ断面を加熱する器具や薄切りのチーズを小さなトレイに乗せて加熱するラクレットグリルもある。テレビアニメ。 アルプスの少女、ハイジで暖炉にかざしてチーズを溶かして食べる食事場面に登場する。チーズにはラクレットチーズのほか、グリュエールチーズなどが使われることもある。ラクレットは牛乳から作られるハードチーズの一種である。摂氏32度に温めた生乳を乳酸菌、レンネットを用いて凝固させたカードを細かく切り、 ホエーを除いて30摂氏40度で15から20分かき混ぜる。これを4回プレスした直径約3 0トルの塊を1日塩水に浸した後、塩水で表面をこする頻度を減らしながら95日間摂氏11度、湿度92%の環境で熟成させる。ありがとうございます。